ました。ボルトミーという会社のモバイルバッテリーになります。容量は1万。これ表記はこちらになります。これで開けていきます。開けていきます。これはコードです。説明書かな、説明書とサンキューっていうのがあります。でこれが説明書、本体ですね。ついたのでマットの感じですね。でここに、あ、これ電源だ。これは電源ですね。で今、8割ぐらい入ってて、でタイプ C と普通の USB で充電ができるようになってます。で裏はこちら、こんな感じ。結構かっこいい感じですね。むちゃんおいで、あいむちゃん、うん、ブリブリしてくれるのか。今日はビジネスホテルに泊まりに来てるので、花麦と、これを明日のイベントで あのスマホの充電に使ってみたいと思います。で、あの使用感とか、8割充電、来たの8割充電されてたので、ちょっと充電してみますね。で、なんか特性みたいなのを父ちゃんが調べてくれました。じゃあトリクル充電というのが機能でありまして、はい、で、小型のもの、モバイルウォッチとか、スマホ、イヤホン、イヤホン、とかそういうものを充電するための切り替えのボタン、このボタンを、そこのボタンを3秒以上長押しするとモードの切り替えになる、でまた3秒長押しすると切る形になる、なのでそういった充電の方法もできる。低速だとどうなるっていう感じなの？あ、そうすると電池の、あの、なんだ、加熱じゃないけど、過充電にしなくてもエコになるんだ。ああ、なるほどなるほど。で、さっき言ったじゃん、3秒長押しで長押しするとここが光るんで、光る、1、2、3、光りません。今日は光ってみるけど、あ、なんか光った、ピコピコってなった。そうだね、今のやつになると、低充電モード、低充電モードで、今日はこれがイヤホンと、あと純正じゃないんですけど、Apple Watch のコードですね。これを同時にいけるのかな、3つ同時にって言ってたから、これで、でこれは13% で、あ、光ってる、これで光ってるから、低圧でやってるんだ。解除して、解除するとこれで、こうちょっとボタンポチッと押してみて、アプローチ、あ、でこれで充電はされてる。これでも充電はできるけど、これだともったいない充電になってるってこと。でもう一回長押ししてみて、もう一回の、いてちょっと間あるね。で、2個同時にしてるから低速モードなのか、まあ多分最適化されてると思うんですけど、ちょっとこれが分かりづらかったかな。何回かやってみてっていう感じですね。1万なので、そんなにいっぱい充電できるってわけではなくて、この低速モードで充電しているものに対してエコですよっていうのと、この低速っていうのでかなり抑えられる機能になるので、
それは結構メリットな気がしますね。でこれをまた充電してみて、フル充電してみて、で明日のイベントでスマホが結構充電が早くなくなっちゃうので iPhone の撮影の時の充電器として使おうと思います。でこれをちょっと一回外します。外してでこれで普通ので、じゃあ今日はこれ花麦さんのピカピカを充電しようと思います。ちょっとこのモードが分かりづらいのは、なんかロックみたいな、この左右のロックみたいな機能ですぐこの低速になるモードになってくれれば一番分かりやすいんですけど、なんか解除したのか解除してないのかがちょっと分かりにくいかな。で、マイクロなので、そしてこれで充電、これも多分低速でやっても大丈夫なやつなので、これを2個後で充電します。ビコビコが止まっちゃって、あ、動いた入れてるんだ。ここで湯使ったので、一目盛り、まあ、全然一目盛りしか上げてない、最初のところから位置が変わってないんですけど、タイプ C っていうのはありがたいですね。 iPhone もタイプ C だし、 iPad もタイプ C なので1本で終わるっていうのはすごい嬉しいですね。ご飯食べ終わって30分ちょっと経ったかな、1時間ぐらい経ったのかな。メモリが1個欠けてたのが満タンになりました。結構早いような気がします。やっぱりこれで今日使ってみます。メモリしか減らなかった。そういや、そうなんだ。